こんにちは、ひかりです。今回はね、富ヶ田のビルドシティで遊んでいきたいと思います。もうね、結構ね増えてますね。これ多分ね、全部じゃないんだ。これでまだどっかにまだ他にもねパーツあったんだけど、でもこう集めただけでこんなにあるんですよね。やばいっすよね。そう、プラス今回これに新たに加わるのがこちら、ババーン。はい、工事現場が加わります。建設現場だっけな、名前、うん、が加わることによってどんな街になるか。はい、ここをね、富ヶ田のビルドシティね、楽しい街をちょっと建築していきたいと思います。はい、ただ問題が一つあって、結構ね、このビルドシティをね建築するにあたってね、あのもうね、こう組んである状態からだとね、今一つ乗らないんだよね。なんかこう大幅な変化が生まれないんだよね。わかるかな？なんかね、ばらけてる状態の方はね、作りやすいんですよ、実は。変に組み上がってるとね、あの、作りづらいから、いつもは、結構バラバラの状態からスタートするんですけど、今日はね、まあなんか見栄えもいいかなと思ったんで、ちょっと、まあ、なんだろう、ある程度組んだ状態のね、遊んで飾ってた状態のまま、ちょっと披露してみました。ちょっとね、今回ゆるくね、なっちゃうかもしんないんだけど。はい。こちらをね、ちょっと遊んでいきたいと思います。じゃあまず、このね、建設現場を開けていこう。あの、トイプラネットでね、1599円で、まあ、パーツは全部あるとは限らない。うん。でも、パーツ取りにはぴったり。っていう感じで、買ってまいりました。はい。まあまあまあ。もうね、見た感じこんだけパーツがあって1600円か、約ならまあいいかなって、完全にいいなと思いますね。はい、ちょっと待ってね。ここになんかめっちゃパーツがついてるわ。ほら、いいね、これ十分十分、こんだけあればね嬉しいですね。十分すぎるわ。今日はね、メガネもちゃんとしてね、あの、いろいろ見れるようにしてます。はい、よし、パーツが結構いい具合に入ってるな。うん、このね、クレーンはね、まあ使っても使わなくてもみたいな。これね、謎のこのなんか謎の透明なゴムをね、よくトイプラは使うんですよね。結構僕この透明なゴム好きなんだけど、おし、特に状態も悪くないかなって思いますね。はい。ただね、明らかにパーツが足りないのはここからのスロープが多分ないんだよね。だから車走らせて遊びづらいっていうか、どうやって遊ぶんだろう。ちょっと、いまいち説明書もないし分かりづらいんだけど、うん。まあまあまあ。で、他にもパーツが結構あって。まあ、スロープパーツがね、ちょっと足りないんだけど、多分ね。まあ、そんな感じで。足りなくてもまあいいかなと。あのね、何が欲しかったかっていうとね、あの、さっきもこうパーツ結構バラバラにこう置いたって分かったと思うんだけど、こういうね、平面のパーツが余っちゃってるんですよ。なぜかっていうと、こういう柱パーツが少なかったんだよね、今までの状態だと。ただこの建設現場さえ買えば柱パーツが異常に入ってるんで、まあカバーされると、あ、ちょっとこういうシール剥がれちゃってる、まあここ剥がれてないけど、ここ剥がれちゃってる感じとか、まあ若干ね、痛みもあるんで安かったのかなとは思いますけどね。まあね、富ヶ田のビルドシティはね、一つね、シール貼るのは確かにめんどくさいって思う人は思うと思うし、まあ僕なんか完全にめんどくさいって思う派だから、うん。だからね、あの、貼ってあるのを買うのはいいと思いますけどね。このクレーン壊れてないから大丈夫かな？あ、壊れてないね。ちゃんとこうやって挟めますね。見えてる？あんま見えてなかったね。クレーンちゃんとこう挟めます。パカパカ、パカっとね。ガチャガチャガチャ。いいね。うん。まあこれをちょっと今回は基準としたいとこだけど、なんか基準も何もなんかここら辺のパーツを、うわ、後ろから見たらこんな感じでなんか事務所みたいな感じになってますね。あ、でもここら辺はね、建設現場でしか使えない感じはするな、パーツとして。この一番上のこれ取れないんかな。何をどう、まあ、とりあえずこれは置いとこう。この建設現場のメインはね、あとここら辺のこのね、あのおなじみの工事現場とかにある、あの、弾を運ぶやつ。あれ、弾入ってなかったっけ？あれ、なんか弾入ってたんだけどな。あれ、入ってなかったっけの弾。工事現場の弾入ってなかったっけ？あれ、なんか、
お店で見た時入ってたような気がしたけど、入ってないか。まあいいか。玉はね、まあ工事現場別のやつにいっぱいあるんでね。まあこんな感じで、おなじみのね、やつですね。手動の。まあこれも一旦置いとこう。ってことでね、使うのはこれとか、これ辺だけになっちゃうかな。柱系か、あとは。あとはこの辺の柱系、ちょっと取ろう。よいしょ、あれ取れないな。なんか取り方がわかんの、これ。あ、ここネジ止めされてんだ。じゃああんまりバラせなくね？あんまビルドできなくね？結構ビルドシティってね、普通のなんか、トミカのコースみたいなやつも、一部だけこういうね、穴が開いてて、こう、これで言ったら、こういう、こんな感じで、ここだけ開いてて、これだけビルドシティと一緒みたいな。そういうのは結構多いんで、全部が全部ビルドシティってわけではない場合も結構あるんですよね、実は。これとか、ここら辺とかビルドシティの穴なんだけどね。今一つこれ、あんま良くなかったかもしんない。よかった、新品で買わないで。定価結構高いんですよ、これ。そうなんだよ。まあでも、新品で買ってもいいかな、これは。でも、買いたかったかな。買ってもいいんだけど、まあ、値段が落ち着かなかったんだよね、今一つ。で、これが。まあ、これいいね。このパーツがすげえいいわ。じゃあ、このでかいのはちょっと、扱いが難しいな、意外と。よし、じゃあ、作っていこう。まずは、もうね、この辺の基本的なのは、いいや。あ、いいやっていうか、なんていうの。どんどん崩していくから、今回は。はい。こっちもね、崩していきながら。あ、駐車場とかは後で。この駐車場パーツはね、てか自分で作れるよね、これぐらいならね。印刷だけでいいんだもんね、よく考えたら。じゃあ、今回はベースはこれ辺にしとこう。これをね、新しくベースにして。何を作ろうかな、じゃあ、今回。まあ、今回も街だね、普通の。今回もっていうか、もう全然毎回そうなんだけど。一階はこれにしよう。じゃあ今回。一階はこれだな。これやっぱり二つのね、この土台をね、連結させたいので、一階はこれにしたいんだけど、あれはまんない。あれ結構これ、あれはまんないってか、よし。一階はこれにしよう。これを二つ。一階として、ここね、微妙にスロープあるんですよね、ほら。これ、なんか、何これ？なんかくっつきそうな感じ、なんか、これ何なんだ？よくわかんない。ね。で、ここはスロープにした方がいいのかな？ってなると。あ、でもあんまりな。でも、ここはどうしようかな。難しい。なんかこの新しいパーツが入ることによって、なんか作るの難しくなったわ。じゃあ、この辺のビル。この上のビルは生かしで。これは後で生かす。上の方に、上空に置くわ。で、この透明パーツはいいとして。で、セブン、このままでセブンなんだけど、今回セブンはね、じゃあ、ここに建築しよう。意外とこう、ちょっと一個ずらすとかね。そう、まっすぐ一個ずらすみたいな。ここ浮かすっていうね。新たな技を。で、これ一応セブンがあるっていうのは、これを立てとかないとね。どうやって入るんだって話だけどね、このセブンにね。そういうとこはいいんです。そういうのはね、気にしちゃダメなんですよ。そう、リアリティ求めちゃ気にないです。てか、ここが開くっていうか、入れるっていう想定にすればいいんです。で、こっち側なら、これとか使おう。ってなると、スシローを横に立てるんだよね。スシロー、スシロー、スシロー。スシローは横に建築だ。ここだな。この隙間いいね。ここの隙間いいね。そう。で、後ろの看板は、一応ここだね。見えてる？大丈夫？後ろの看板でしょ？もっと近くてもいいか。で、ね、こうあって、どうしよっかな。なんか、今までとあんま変わんないな、これじゃ。せっかくだから、この柱使いたいな。柱はこれ一個しかないんだけど。この柱1個しかないんだよな。てかこれしかもこうはいけないし。なんか使いづら。あー、そっか、こう立てんのか。ここと今高さ一緒だよね。ここと高さ一緒だから。どうしよっかな。これ2個分か。これが2個で、これ1個分とはまた違うんだな。難しいね。すげえむずいかもしんない、これは。で、またここに空洞パーツを入れよう。よし。
こんな感じ。空洞はちょっと多すぎな感じもするので、OK。ここら辺に、トミカビル駐車場を建てます。これ建つかな？あ、建つな。あ、でもこの空洞いいって言ったばっかだな。ここにしよう、じゃあ。いや、空洞があるとね、そこにおもちゃを置けるんですよね。おもちゃっていうか、ミニおもちゃをね。これ一応駐車場っていう謎のね、ここにバス来るんかいっていうね。あんま2階にバスって来ないよね、みたいな話はあるんだけど。で、じゃあここの部分がちょっと空いてるので、トイレ入れましょう。公衆トイレを。公衆トイレをね。まあ、この中にお店とかあるん、お店で家か、これは。あるんだけど、まあ、僕結構これトイレとして使うかな。まあ、街にはトイレないとね。で、こんな感じで。はい。で、これとかここにこうつけたらどうなんだろう。これをこうつけたらなんか、上に何を置くのこれ。こんで、上に、これか。これを置けるようになるんか、そうすると。まあ、置けなくはないけど、みたいなとこでしょう。まあ、若干置けるな、これは、地味に。そうすると、ここに横にこう、水族館とかを配置できるんだ。はぁ、面白いね。この新しいパーツが来たことによって、こういう組み方ができるんだね。でもって、あれ、この柱が1個しかない。これ、もともと1個だっけ？ハンバーガー屋とカーセーバー。ここ結構今広くなったから、ここにじゃあマイホームをそろそろ行こうかな。あ、これ生かしでいいや。ピカチュウたちはちょっと一旦。よいしょ。しんのすけもいたわ。あ、オートバックスか。オートバックスどうしよっかな。ここに、あ、でもここね、家を置くときはやっぱね、家の土台がね、これ結構好きだからさ。これここに置きたいとこなんだよね。つまりこうなるっていうことです。よし。やっぱ高くなきゃ面白くないよね。高さ大事よ、高さは。なんかまっすぐになってなくない？大丈夫？なってるかな？あ、これ右側があんまはまってなかった。ごめん。よし。いい感じ。で、ちょっと上げるね、カメラ。よいしょ。で、マイホームの上に今オートバックスがあるんだけど、オートバックスは一旦外して、でもオートバックスも組み込みたいよね、色合い的に。マイホームで、あ、やばい！後ろに倒れそうだ。そういう時は、下を増やすと。ここにこうやろう。こうで、ここに、お、いいパーツあんじゃん。この謎のパーツをここに置く。謎というか工事現場のパーツを。これで固めよう。そして、こう、オートバックス。意味わかんないんだけどね。タイヤスーパーセールを置くと。これによって、ここの上にこれを置けると。うん。まあ、後でね、何度でもできるんだけど。あ、これちょっと違うな。で、まあ、この1階部分に、新たにこの柱パーツをつけてみようか。ここに。これ、水色にしよう。こんな感じで。もう、旗関係なくなっちゃったけどね。で、まあ、これ広場ということにして、柱か。柱あるにはあるけど、もう、これ使っちゃうと、柱が減るな。あ、あった。ここにあった柱が。よし、柱が2個あった。しかも青に青でちょっといいじゃん。よいしょ。ちょっと柵っぽい柱を。あ、これ向きが、こっちより、こっちの方がいいな。こうで、ここはね、ちょっとクリアに置きたいんだよね、今。このね、中に本当はね、これかなんか敷いてもいいんだけど、このクリアゾーンいいよね。ちょっと近代っぽくて。現代的ななんかおしゃれなオフィスみたいな。おしゃれなオフィスの隣にハンバーガーを置こうかな。上かな？あ、待って、こう、あんま上にありすぎると後ろから見づらくなっちゃうな。今こんな状態です。はい。
で、まあ、こういうとこはここにしとこう。ここはこうで、ここはスロープ。で、なんか後ろがな、こう、バランスが若干良くないのかもしれない、これ。まあでも、あれはね、あれぐらいはいいよ。うん。後ろから見るとこんな状態です。まあ悪くないよね。うん。で、よいしょ、あ、セブンの看板が。よいしょ。ここから上にオートバックス行きたいな。オートバックスをね、もうちょっと高くしたいんだよ、俺の的に。今までと一緒じゃん。これは3階、4階建てじゃん、まだ。最高で4階しかないから、ここはこれだな。あー、でもこれやっちゃうとな、下が暗くなるな、ちょっと。まあでもいいか。これをちょっと、はめて。よし、はまったかな。ここに一本柱は、でもそれ隙間がなくなっちゃうんだよな。見えてるかな。こんな感じで。あれ、明るさが足りない？これがマックスか。で、この上にオートバックスを置きたいところなんだけど、無理だから、さっきのトミカビルを置きます。もうトミカビルしかないよ。こっち向きでもいいけど、どうかな？こっち向きかこっち向き。こっち向きだよね。このベランダあった方がいいもん、ね。これによって一気に、6階建てになるんですよ。3階建て分稼げるからね。ほら、1、2、3回あるじゃん。だから、まあ、これで今、ここ1階、1階、2階、3階、4階、5階、これでベランダ6階、6階建てですね、今。まあ、トミカタウンは6階建てぐらいまでなのかな。今僕が持ってる量だと、もうちょっとね、土台とかをがっちりさせたりとか、あと後ろに別に、トミカタウンじゃなくても、箱かなんか置いてバランス取ってもいいんですよね、別に、本当は。今日はそれやってないけど、別に普段はそうやってるし、後ろに DVD プレイヤーを置いて、その上に組んでったりしてるからね。よし。じゃあ。よいしょ。この横か。横に立てるかな。そうだね。横にハンバーガーショップ立てよう。よいしょ。ハンバーガーショップで横に。バランスも考えてハンバーガーショップをセブンの隣に配置と。なんかちょっとバランス良くなってきたな。ちょっと見づらいね、これがあるとね。まあいいか。これないとね、ちょっとやっぱバランス的にあれなんだと思うんだよね、多分。後ろにガクンっていって障子を破ることになるから。やばいっす。それはやばいっす。オートバックスは置いとこう。オートバックス、どうしようかな、オートバックス。オートバックス。オートバックスってね、あんま俺的に馴染みないんだけど、止め方になると結構使いたくなる。あ、ドラえもんが出てきた。オートバックスは、と。まあ、こんな感じで。オートバックスと。オートバックスとね、はい。車検もやりますとね。買い取りもしますよ、と。して、看板を立てるところは、オートバックスはここにしましょう。そこで一旦外して、うわーべ、後ろ行っちゃう。どうしようかな。ここに、こう置きたいんだけど、後ろ行くとね、後ろに障子があるからね。危ないんすよ。よし、いけた。よし、ここに、これを。ん？どこに穴あんの？これ。よし、来た。止まったぞ。そして、これだ。よし。よしよしよし。ちょっと横に拡張された。で、オートバックスの看板は、後ろに、どこに、ここでいいか。この二つの次のつなぎ目に。オートバックスを置いて、ここはね、あえて広場としておくと、駐車場にもなるし。
はい、そして、なんかないかな、まあ、パーキングだな、ここは。パーキングということで、パーキングを貼ってきます。貼ってくというか、つけてきます。そして、ここにはこのスロープつけたいんだけど、スロープつかないかな。そう、ちゃんとつかないけど、いいや。おっしゃ。今こんな状態ですね。はい、見えるかな。こういう感じ。いい感じではあるんだけど、なんかな。なんかちゃうんだよな。なんかちゃうくないけど、ここがやっぱ地味か。そうなってくると、こっちのアイテムを使うしかないな。このおしゃれなところは、こういうことにしておこう。フェラーリです。オートサービス。フェラーリということでね。はい。で、2階にも上がれるように、赤ね。赤を使います。赤使えば派手になるでしょう。これはね、どうしようかな。でね、お花屋さんをね、上に建築したいんです。今思ったのは。お花屋さんですね。これこれ。お花屋さんを、この真ん中に、バーン。で、ここに来たからパーツ欲しいよね。ごめん。今売ってるパーツだとね、確か木とかなかったんだよね、まだ。まだ木はできてないね。自然に気を使えてないと見えたのが。まだ木とかは出てないんで、早くね、木とか山とかなんか、そういう、山は無理か。まあ、木とかのパーツは欲しいなと思いますけどね。うん、あ、まだないよね、そういえばね、木のパーツはね。そうだね。あとは何だろう。フレッシュマートか。フレッシュマート、あとなんかないかな。あ、一応こういうのもあったな。これ。これなんか中が取れてるな。中の紙が。中の紙が取れてる。ここの紙が取れてた。ごめんごめん。君ちょっと、ちゃんとはまってくれ。よし。はまったぞ。で、ここか、こうか。これがまあ基本形態なのね。基本形態にはしておかない。ある程度はね、基本形態っていうのがあるから、やっぱり。それはね、守んないとね、やっぱさすがにめんどくさくなっちゃうからね。よし、よし。これは、ここに、配置。もうこれを何、どうするか決めてないけどね、これは。これにこう、どうしようかな。で、なんか交番とかあるけど、これどうしよっかな。ATM。ATM どっか置けそうだよね。ATM。ATM 上か。銀行の、あ、銀行じゃない。ほら、お花屋さんの上にはやっぱ ATM 必要でしょ。たこ焼き屋さん。たこ焼き屋さん？たこ焼き屋さんがあってもしょうがないしな。いやいや、しょうがなくないんだけど。ここ塞いじゃうとダメだよね。あとなんだろう。がっつり交番があるな、まだ。中央交番が。中央交番があったわ。中央交番。よし。あ、そうだ。上をつなぐって技やってなかったな。ここと、あ、ちょっと無理やりなんだけど、ここ何もないんだけど、ここをちょっとこう置いとくだけでいいや。上を繋がってるっていうことにしとこう。ちょっと被っちゃうけどね、後ろとね。して、あとは、なんだろうな。まあ、南商店街とここにこう置いといて。あ、これやっぱあれだな。下になんか敷かなきゃダメだ。よし、ってことで下に君を敷こう。台座プレートはね、いっぱいあるからね。無駄にあるんでね。ほんと無駄にあるよね、台座プレートって。ちょっと多くねって思うんだけど、どうなの？よし。台座プレート敷いた。これでこれでいいか。下にこう、あれすれば。下に行くみたいな。ここならつけられるし、実際。よし、できた。うん、いいぞ。あとはまあ、おもちゃ置いちゃえば様にはなるんだけど、なんか普通だな。
そうだ、上空に橋とかを作ればいいんだ。あーでも難しいな、考えてなかった。このね、ちょっとわかるかな、今思ったのは、こう上から見てもらうとわかるんだけど、この真ん中ら辺に橋とかあったらさ、ちょっとなんかいいよね。ショッピングモールっていうか、リアリティあって結構な、まあ大きい街にはなってるんだけど、パッと見ね、パッと見はねいいんだけど、まあちょっと、まあでもまあまあいいか。あとまだまだなんかね、作りたてほやほやって感じがするね。作り込み感がないというか、作り込めてないよね全然。ちょっとまだまだだな、まだまだということで、ここら辺にこれ立てちゃう。これはいらないか。でもこれあったら面白いかもな、意外と。あ、でもダメだ、これってただ置くだけなんだ、下。別なんもないんだ。ビルドシティじゃねえじゃん、これ。ビルドシティ要素が何にもない、これ。ただの。これビルドシティじゃないよね、これね。ビルドシティ要素がない。これとかはあるけどさ。でもこれな、使いづらいな。まあ、あとはこういう必要なとこにはこういうの。あ、これここに置いちゃダメか。こっちは降りれませんよとかさ、こういうね、この意外とこういうとこがね、あの作り込むことになるからね、こういうスロープとか、うん、大事大事。あとどうしよっかな、なんか面白いのないかな。うん、これもな、使いたい、こういうのはね、本当は上にこうやりたいんだけどね、もうちょっとあれすれば、まあ駐車場とかも大事だからね。ここだな、駐車場はね。よし、ハンバーガー屋どこだっけ。ハンバーガー屋後ろか。これやるの忘れてた。ドライブスルー、ドライブスルーここにやっとこう。よし、ドライブスルーを忘れていました。んでもって、あとはね、フレッシュマートってどこにある。フレッシュマートはないか。これの、この水族館の裏がフレッシュマートか。いや、看板つけたかったんだけどね。つける用がないな。あとはちょっと発射装置か。これとかつけなきゃね。ここだな。完全にここだな。こういうのが作り込み要素だね。発射装置、発射装置。とにかく発射装置、ここだな。よし。あとは、まあ、ここら辺にこう、これとかあってもいいかな。意味わかんないかな、意味わかんないけど、まあいいや。ちょっと前衛的になった。前衛的ってどういうことで、本当はね、これをね、上空に渡したいんだよね。これなんで後ろガタガタなの、これよくわかんないな。上にこうあればさ、この長い橋が、あ、まだトミカタウンでさ、橋出てないよね。橋、大きな橋セットみたいなの欲しいよね。なんかなんとかトミカタウンブリッジみたいなさ、いいね、大きい橋欲しい。レインボーブリッジみたいな。で、レインボーブリッジ欲しいね、普通に。なんか大きな橋みたいなのないよね。トミカタウンであんま出ない。トミカタウンであんま橋出ないよね。橋はプラレール行きか。プラレールで橋はよくあるような気がするけど、トーマスとかさ。トミカタウンではあんまりないかなと思います。はい。これ車止めか。これ車止めらしいんだけど、車止めね。置く？車止め置かなくていいか。なんかここら辺に置きゃいいんかな。あの、なんか置いちゃうとあれか、なんか、なんかよくわかんないからやめとこう。うん。いやー、あとやっぱ木欲しいね、木。木と橋だな。だから宝富に電話しといてください。あの、木と橋の止め方も欲しいっすって、ビルドシー欲しいですって。僕電話しようかな。いやいや、余計なお世話だってな。うん、木と橋は欲しいな。これちょっとここにつけとこう。このパーツのよく意味が分かんないんだけどね。これどうやって使うの？ベランダってこと？まあ、あとはちょっとこう、まあいろいろね、つけなきゃいけないのあるんだけど、ここにこれとかさ、まああとここもか、ここにつけると。ちょっとごめん、飲み物飲むわ。あのね、ずっと喋って30分ぐらい喋ってると喉が
風邪ひいてっから、まあ治りかけてるんだけど、まだ治ってないから完全には。よっしゃ。いやー、あとは何だろう。あと、ほ、いいね。これを橋代わりにしてさ、上にこう、これにバッとかあってもかっこいいよね。かっこいいっていうか面白いよね。いや、でも、工事現場今一つだな。これ、パーツがかなりいらないわ。ここら辺の部分いらないもんだって、一つも。ビルドしづらいもん。まあ、いらなくないんだけど、工事現場として遊べばいいんだけど、建設現場として。ビルドシートとしてはそんなに使えるパーツではなかった。だから、こう、あの、建設現場買うぐらいだったら、あの、ベーシックセットをもう一個買った方がいいかもしんない。まあ、僕のおすすめはセブンイレブンだけどね。うん。まあ、ベーシックセットはやっぱ必要だな。うん、ベーシックセットをもう一個買うか。でもね、若干やっぱ、こう、いいよね。だってなぜいいかっていうと、今はさ、こう、ただ何もない場所になってるけど、ああいうとこにはフィギュアを置けるんですよ。こういうね。ここにこう、まあ、ちょっと高さ合わないけど、こう置けるからいいんですよ。置いちゃえばね、問題ないからね。発射装置もね、ドラえもんとか、しんのすけ。ピカチュウは、この、ピカチュウじゃないけどね、これ、メタモンだけどね。で、キングピカチュウは、こう、マイホーム。あ、あれ、後ろに落ちると厄介だからな。そう、このマイホームのとこは若干バランス悪いかも、後ろ。あ、見えてなかった。あ、見えてないな。隠れちゃってるな、この角度だと。いました、ピカチュウ、イエーイ。よし。しては、こういうね、大きいね、おもちゃとかもね、こう、沿わせると意外とね。やべ、すっげえパーツ余ってんな。てか、これ、ここ、これ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 、ここか？ん？違うか、これ。なんだ、これ。これなんの？これどこの？これ。これどこに使うの？君は。あ、つけ、入った。あ、立山町。なんか違う気がするけど、こういうとこ。はい、じゃあ町を紹介していきます。じゃ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 ん。あのね、結構ね、こうやみたいにね、上から見てるとね、この厚みがあって今回はいいんですよ。やっぱパーツが増えたから町も大きくなったな、かなり。これ切りないぞ。これね、切りなく増やせる。楽しい。切りないけどね、買ってったら。でも、まあ、中古とかでパーツだけ集めていけばいいんじゃない？あとはまあ、本当に欲しいやつはいくつか買ってもいいかなと思うんだけど。まだね、消防署と警察署はいまいちグッと来てないんだよね。そう、あんま互換がないけど、建設現場もそうだけど、ビルドシティじゃない部分のパーツが多すぎると、あんまり使えないパーツが多いかなと思って。警察署でしか使えないパーツとかさ、消防署でしか使えないパーツってあるじゃん。建設現場としてしか使えないパーツみたいな。結構さっきもあったけど。そういうパーツがあんまりいらないかなと思うんで、やっぱベーシックセットはもう一個出してほしいなと思いますね。だから自然がいっぱい公園セットみたいな。公園パーツとか入ってほしいかもしれない。なんか自然がいっぱい、みたいな。次作ってほしいな。てか最近ビルドシティあんま新作出てない気がしない？年末にかけて出るんかな？てか地味に出てるのかな？俺がチェック漏れしてるだけで。あんまちゃん、最近ちゃんとチェックしてないからさ。これから年末年始にかけては僕もね、やっぱ買い物がどうしても増えちゃうんですよね。いろいろ発売されるし、ウルトラマン対決セットとかも発売されたしさ。まあこれからいろいろセールとかも増えてくるんでね。福袋とかもあるし。そうですね、結構楽しくなってきますね。やーべえ、いいね。交番でしんのすけでしょ。あ、そっか、今回あれか、微妙にあれの換算としてるのはおもちゃ少ないからだ。この角度微妙なんだよね、やっぱカメラずっと置いてた部分。今回ね、おもちゃがあんま手元にないんだよね。ちょっとね、一回ね、一旦いっぱいしまっちゃったからさ。りょうさんここじゃない。りょうさんここのオートバックスのところに入れさせよう。りょうつっつって、最近このスコットとね、りょうさんが一緒に遊んでる。りょうつっつって、あー、あんまいないな。まあこれにトミカ止めたりと、トミカじゃないけどこれマッチボックスだけど、まあ怪獣たちもいいか。こんな感じで
いや、今回ちょっと少ないな。よいしょ。こういうとこにね。あんまね、こう地味な怪獣は思うからはいいかもしれないけど、まあいいか。タッコングの相棒。よし。すげえいい感じ。わあ、なんか街並みがいい感じだわ。これね、背景とかは逆に俺作んない方がいいと思う。あ、もう作ってもいいんかな。背景があったら、あったら面白いかもしんないけど、なんか、あくまでも、部屋の中にあるおもちゃの街にしたいんだよね。リアルな街にしたいわけじゃないから。そうそう。そこ、おもちゃの街を作ってるわけで、結構重さとかあるじゃん。おもちゃ写真とかでさ、本当にリアルを追求する人もが多いんだけど、僕はリアルは別に映画見ればいいなと思うから、おもちゃの写真を僕は撮りたいんだよね。だからリアルは追求しないんだよね、僕の写真は。うん。まあ、リアル追求しだしたら切れないっていうのもあるんだけどさ。リアルよりも、その、おもちゃのね、楽しさをね、僕は追求したいと思います。さあ、そして、まあ、次回はね、ちょっとビルドシティじゃなくなっちゃうんだけど、このビルドシティに、今度こいつをね、加えたいと思います。これ何かっていうとね、トミカぐんぐんタワーっていうね、やつでね、パーツ揃ってんだって。で、まあ、状態もまあまあいいし、あの、説明書もついてるんで、ぐんぐんタワーをね、ぐん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 。これ多分、手動かな？電池いらなそうだね。まあ、トミカマウンテン買ったじゃん。なんだっけ？ドキドキマウンテンだっけ？あれも結局まだ電動だけどさ、一回しか遊んでないんだよね。ああいう大物って意外と使わなくなるんだけど、このトミカタウンビルドシティは、大物にもなるし、ちょっとしたセブンイレブンだけとかでも遊べるから、すごいいいよね。まあ、今回はね、ほんと、もう完全なトミカタウンビルドシティだけで組んでるんだけど、これにね、ファストレーンとか僕は入れたりとか、あと最近だと神業ワンド入れたりとか、ココタマのね、ポンポコショップってやつ加えたりとかしてるんだけど、次回がまた楽しみだな。建設中っていうことね。やべ。いいわ。うん、いい。こっちから見た方がいいかもしれないな。ちょっと待って。なんかね、カメラの位置をね、難しい。こっちの方がね、なんかね、今、照明の位置的にこっちから言っちゃうと影があれで、あれなんだけど、こっちから見た方が、こう、ここら辺とかから見るとね、実はいいんですよ。あとは光る系の、看板のガチャポンがあるんだけど、光る看板のガチャポンとか置いたりとか、あとは道路標識の、ガチャポンとかさ、あと、ガチャポンのガチャポンとかさ、あるじゃん。そういうの置いてったりとかするとね、なおさらいいんですけど、今回は一応、トミカタウンビルドシティだけでやろうかなと思ったんで、はい。まあ、そうなってくると、あとはトミカと、ね、プラキッズだけでもいいんだけど、トミカだとプラキッズだけでも遊べるんだけど、それじゃあね、もうゲームと一緒だからね、いろんなメーカーとかね、いろんなおもちゃとかを組み合わせられるのが違うんですよ、やっぱ。おもちゃのいいとこ。ゲームでマインクラフトとかも自由に街作れるとか言ってもさ、ゲームのルールないでやんなきゃいけないじゃん。うん。これはね、ルール無用ですからね、本当に。リアルの方が面白いというね。まあ、マインクラフトも面白いんだろうけど、僕はこっちの方が好きかな、今んとこね。マインクラフトは顔面用意しちゃうからね、もうやれないんですよ。本当ね、ビータのマインクラフト始めたんだけど、画面で酔っちゃって全然できなくて、やってないっす。また始めようかなとも思ってんだけどね。だから最近任天堂がね、なんかゲーム実況を許可してくれてるらしいから、なんか任天堂のゲームでもやろうかな、また。シムシティとか。シムシティやりたいんだよね。あんまやったことないんだけど、面白そうだなとは思ってます。はい。あ、ATM の上に屋上必要かもしんない。ATM の上に屋上がいるよね。どうしよう、屋上パーツ欲しいな。屋上、あと遊園地とか欲しくない？楽しい遊園地みたいなさ。家族で行く遊園地みたいな。わかんないけど。トミカタウンビルドシティに遊園地とか。今どこまで計画されてるんだろう。ごめんね、もう作る予定だったりするかもしんないけど。じゃあまあ、そういうことで、どんどんちょっと屋上を作りますわ。屋上を作ります。今ね、これを、作ってます。屋上を作ってます。あとね、まあ、前面はここはできないんだけど、それ以外にはフェンスをつけようと思ってるんだけど、フェンスがもうない！
あれフェンス意外と少ないな。あれフェンスめっちゃ余ってると思ってたんだけど、やべえ、フェンスがないってことで、これにはじゃあ柱を立てよう。これでいけないってことにしとこう。フェンスが意外、フェンスっていうか柵が意外と少ないっていうね、事実に気づいてしまった。柵が意外と足りないんだ。今日いっぱい使って、あれ柵足んなくない、なんかあれ柵が足んないぞ。あ、そう、柵こんな少なかったんだ、俺持ってたの。あ、そう、まあいいか。なんかダメだな、なんかダメだな、これじゃあ。あ、車止めに止めとこう。きたー、車止めがここで活躍したぞ。これで、ここに、こっち行こう。よし、屋上できた。柱がなんか、建設中みたいになってるけど。柱の上になんか一つ置いとくか。柱の上に中央交番の、バス停置いときます。嘘だろっていうね。超バス停高いわ、みたいな。避雷針みたいになっちゃってるけど。街の一番高いところにバス停があるっていうね。おー。あれ、もう40分じゃん。この動画はもう BGM つけないっす。編集なしであげます。はい。おー。いいね、いいね。楽しいね、これは。非常にね。やっぱ、トミケタン見るして面白いわ。カメラの位置を変えます。よいしょ。ビードシティ面白いっす。いやー楽しい。うん、皆さんもぜひね買ってほしい。あのアマゾンリンク説明欄に貼ってるんで、そっから見てみてください。意外とね安いんですよ。うん、そんなにアマゾンで買うと特にね、まあ定価はまあまあだけど、うん、まあ今買うんだったらあれかな、セブンイレブン、あとはまあベーシックセット2つ、あとは、やっぱスシロー。と、あと、まあ、全部になっちゃうけど、あと、このなんだっけ、オートバックスじゃなくて、このフェラーリの車屋さんと、まあ、オートバックスもあった方がいいかな。うん。まあ、建設現場もね、余裕があればか、その次ぐらいに必要かもしれない。あったらいいかな、ぐらいの。うん。あったらより、高さらせるよっていうか、街のこの大きさを大きくできるよっていうことかな。でもね、ベーシックセットをあと2個買えるから、地味に。建設現場買うと。うん。そうなるとね、ベーシックセットを2セットずつ買った方がいいかも。これ高いし、この部分のパーツ実際余るし、このでかいの。これだけ売っちゃおうかな。この部分だけ売れるかな。今、いかにもなんないとは思うけど、また必要な人が使ってくれればいいじゃん。この部分だけあってもな。まあ、一回ちょっと取っとくけどね。やべえ。そうだね。やっぱね、消防署と警察署はね、まあ、持ってないからなんとも言えないけど、なんか、あんまり他とは合わせられないっていうか、もう単体で完成されちゃってるから、なんだろう、ビルドシティとしての良さは出せてないような気がするんだよね。あとガソリンスタンドも。まあ、ガソリンスタンドはもうちょっとあるかもしれないけど、あとはね、キャリアカーもあるんだけど、あれはね、まあ、ビルドシティのキャリアカーっていうのがあって、後ろの荷物乗せるところの部分がビルドシティのあれになってるんだけど、あれはね、あれで面白い。移動式の街、ちっちゃい街が作れるからいいんだけど、まあ、あれはあれでいいけど、まあ、おまけだね、あれもね。まあ、なくてもこういうね、車があればいいし。そうだね。まあ、大体、必要なのはやっぱそうだね。ベーシックセット2つに、スシロー、セブン、オートバックス、フェラーリの6個があるとすげえ楽しい。僕の場合それにね、建設現場が加わってるだけなんだけど、まあ中古なんだけどね。うん。あ、ちなみにオートバックスもね、500円で買ってるんだ、ハードオフのおもちゃコーナーで。なんだけど、パーツがちょっと足りてないから、まあ足りてなくても、オートバックス1個としては、いまいち完成度高くないんだけど、僕の場合、パーツがない、足りないからね。でもまあ、組み合わせるとね、こう、いいんじゃない?これ。ね、オートバックスって色がオレンジで鮮やかだから、結構街が華やかになるんだよね。あー、お花のパーツとかも欲しい。花壇とかさ。花壇とか木ね。桜とかさ、出してほしいけどね。あと、イオンっていうのもあるんだよね、ほんと。イオン限定で販売されてた。今もまだあるのかわかんないけど、
イオン限定のイオンとか、あとなんだっけ、なんかね、限定のがいくつかあって、そうそう。あと、まあ、自分で作っちゃうのもありだよね。セブンイレブンはさ、なんか色とさ、パーツの色と、あとシール自分で作ればさ、ファミマとかローソンとかね。てか出してくれよって思うけどね。セブンだけじゃなくて。ファミマローソン出してほしいけど出さないんかな？あとミスドとかね。マックもね、マック意外とないんだよね。ハンバーガーショップが本当はね、マックの予定だったんだよ、最初は。案内されてたのは。でもね、なんかわかんないけど、ハンバーガーショップになっちゃって、マックじゃなくなったんだ。まあ昔のね、だからね、昔の富岡タウンのね、マックとか、あと、ミスドとかって、ちょっと高いんだよね。プレミアついてんだよね、今。うん。ガソリンスタンドとか交番は安いんだけど、それって今もあるから安いと思うんだけど、今ないやつ系は結構ね、やっぱみんなも欲しいと思うんだろうね。高いんですよね。うん。まあそんな感じで。ちょっと面白いの出してほしいけどね。なんかラーメン屋とかもね、なんかガッツリのラーメン屋とかさ。何なんだっけ。牛丼屋とかもね。まあ昔もあったか、吉野屋とかは。まあ、すき家とかね、今度は。うん、とか、ハードオフ出してくれたらすげえいいけどね。地味にさ、いけそうだけどね、ハードオフってね。でも、おもちゃとリサイクルショップってあんま仲良くないのかな？どうなんだろう。ハードオフ出せそうだよね。っていうか、なんか、ありもののパーツを色塗ったりさ、シール作ればさ、ハードオフ作ってみよっか。旗とかもさ、これ、オートバックスをさ、買えば、何？オートバックスを、ちょっと、シール貼らなければさ、作れるじゃん。旗なんてさ、ね、ハードオフの旗を研究して、印刷すれば。プリンターをね、最近ね、新しいの買おうと思ってるんだ、俺。ハードオフ、新しいのって言っても、中古で、とか、ジャンクで、いいのを買おうと思って、すげえ高いやつ、2、3万のやつとかを、1000円ぐらいで買おうかなとかいう計画があって、いいプリンター買って、印刷できればね、シールをね。そしたら面白いよね。うん。交番とかもさ、もうね、りょうさんいるけどさ、葛飾区亀有公園前派出所の漫画通りの交番にしてみたりとかさ、なんかいろいろ作れそうだよね。まあ、レゴとまでは言わないけど、レゴってでもね、なんかね、いまいちね、俺は乗らないんだよ、今んとこ。うん。高いし、なんかレゴってレゴの世界でしか遊べないから、意外とね、富岡タウンって、ね、ちょうどいいんだよね。うん。レゴの要素もあるんだけど、自由度がね、高い、レゴよりも。って感じはする、俺的には。レゴって意外と自由度高くないじゃん、あれって。高そうに見えて。意外と自由度ないんだよ。こっちの方がね、自由度高いんだよね。でもなんか、作りたいね、いろいろね。ただ作ってる人多分ネット上にはいると思うんだけど、うん、いいプリンター買えば、シールさえ作れれば、ね、なんかイオンとかもさ、確かなんか、ベーシックセットのただの色違いでしょ？シール違いみたいなもんでしょ？あと色とシールが違うだけでしょ？イオンも、イオンはまあ買えばいいんだけど、ちょっとプレネだったりするかもしんないけど、買っちゃおう。いやー楽しいなー。いや、早くね、このぐんぐんタウンをね、ぐんぐんタワーをね、こう、横に置きたいっす。まあ、そうだね。広げていくと切りないから、まあ、こたつとか机とか、僕で言ったら今回は、このテーブル、こんだけのテーブル、いっぱいぐらいを、まあ、限度として、あとはこう、高さをね、求めていこうかな。でも、求め出したら切りないよね、もうね。いや、面白い。まあ、でもやっぱね、俺のおすすめは、勉強机、うん。の、ちょっと大きめの勉強机を買って、その一部って、その、なんか、中でやるのが俺はおすすめかな。今の時期だったらこたつ。家族で使うこたつじゃなくて、一人暮らしとか自分の部屋とかにこたつを置いて、作るのがおすすめかもしんない。もう家全体を富岡タウンにしだしたら切りないからね。プラレールとかもさ、広く作ろうと思えばいくらでも広く作れちゃうから。だからまあ、そうね。ある程度その、やっぱ机の上とかおすすめだな。楽しかったもん。要塞みたいになるんだよね。でもこのテーブルちょっと広すぎるんだよね。こんだけあると、この倍買ってもまだ余っ、ね、足んなかったりするから。倍買ったら今度高さも倍いけちゃったりするからね。いやでも面白いわ。逆にでもね、
こう、段々畑じゃないけど、段にしてったらもっと要塞っぽくなるじゃん。だから、牛さはもう本とかで高さつけてさ、その上に乗っけていけばさ、その1階部分って実際見えないからさ、そこをなくすっていうのをね、そうすればパーツ少なくても高いのが作れるんだよね。あとはもう、安売りしてるさっきのね、ぐんぐんタワーもそうだけど、ああいう、トミカタウンとかさ、ホットウィール、ホットウィールはあんまないか。まあ、ファストレーンとかか。まあ、ファストレーンがやっぱいいね。うん。のね、こう、安い、こういう、家、何？ミニカート遊ぶ建物？うん。とかを組み合わせたり、リサイクルショップとかでいろいろね、古いトミカタウン買ったりとか。ね、古いトミカタウンでやっぱ安いのね、ガソリンスタンド。1000円ぐらいで結構ガッチリしたの手に入るから、あれとか、まあ僕も持ってるんだけど、あれとか持ってくれば、1階部分全部ガソリンスタンドにしちゃうとかありだと思うんだよね。その上にこう置いていけば、あれ結構ね、平面だからね、上に置きやすいんだよね。ごめんなさい、最後話が長くなっちゃったけど、まあ楽しいよって思うね、ことです。はい。まあ、ぜひ皆さんも、遊んでみてください。でね、本当の楽しみはここからなんだけどね。ここにフィギュアとかをもどん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 置いてって楽しくしていくんだけど、今回は建物ね、建てたってことで。やっぱいいわ。うん、こっからじっくりとね、詰めていくんだよ、本当は。まだこんなのね、土台を作ったに過ぎないからね。まあ皆さんもね、買ってみてください。というのでね、この動画がね、良かったなとか楽しかったなと思った方はね、グッドボタンとね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。